阪神競馬場9レース雪柳賞3歳1勝クラス芝の外回りコース2400メートル出走12頭です桜の前に白い花が咲く雪柳ですが今年の雪柳賞は初夏を思わせるような陽気の下で行われます兵庫からサインポールが遠征をしてきています安城は去年地方競馬の全国最多賞ジョッキー吉村智博騎手12番のブレイブロッカーが 最後に収まって12頭スタートしましたコースタート7番のウェイビーが切りました7番のウェイビー出を伺かがうような感じで8番のコレオグラファー外から10番のサトノグランツスタンド前での先行争い7番のウェイビーがそのまま先手を主張します内に潜り込んだ9番のネブリューズは4番手のインコース12番のブレイブロッカー3番のミッキーキャンバスは中段からそれを見るような格好で内を通って2番のマイネルメモリーと外11番のスマートファントム 1>, 1コーナーのカーブに入っていきます。ゆったりとした流れに見えます。バグンから抜けた7番のウェイビーが3バシのリードを取りました。8番のコレオグラファーが2番手で第2コーナーのカーブです。1馬身半反差、7枠の2頭。9番のネビリューズ、外10番のサトノグランツが3番手、4番手で第2コーナーからバックストレッチ。長いバックストレッチで外回りを目指していきます。 その後ろは4馬身切れました中段5番手の位置に12番のブレイブロッカー1馬身半差インコースに3番のミッキーキャンバス残り 1600m あとは11番のスマートファントムがいて体半分差2番のマイネルメモリーは後方から56頭目外5番のサボーナ2馬身離れて6番のガルムキャット残り 1400m です。 1>, 1分3秒2秒ぐらいの通過だったでしょうか、最初の 1000m です、6番のガルムキャットが後方から3投目、1番のダノン・ペドロ、4番、兵庫のサイン・ポールが最高方、外回りコースに入りました、全馬、残り 1200m を切っています、7番のウェイビーが先頭でリードが一番遠いところ、3コーナーのカーブ、残り 1000m です、1分28秒ぐらいで 1400m を通過。 8番のコレオグラファーが2番手3番手2馬身差うち9番のネビリューズ10番のサトノグランツ2頭並んで800切りましたそれから外を通って12番のブレイブロッカー3番のミッキーキャンバスはそのうち前からはまだ10馬身ぐらいそれから11番のスマートファントム2番のマイネルメモリーは3番のミッキーキャンバスの直後にいます600切りました坂を下っていきます先頭7番のウェイビーに8番のコレオグラファー差を詰めていって4コーナーから直線に向きましたさあ追い出しに入った7番のウェイビーウェイビー先頭少し後ろとの差 8番のコレオグラファーが前を追ってくるそれから追い込み勢は外12番のブレイブロッカー10番サトノグランツ間から3番のミッキーキャンバスまだ3番手争い横に広がって今度は外10番のサトノグランツ12番のブレイブロッカーこの2頭の足がいい10番のサトノグランツ先頭2番手12番のブレイブロッカー後方から5番のサボーナ内沢13番のミッキーキャンバスもう一度伸び10番のサトノグランツだサトノグランツゴールイン2番手5番のサボーナ3番手はブレイブロッカー内3番のミッキーキャンバス接戦 10番の里のグランツ勝ちました堺流星騎手里のグランツ12月の未勝利に続いて特別戦を制覇10番の里のグランツ勝ちました2番手は5番のサボーナが追い込んであと3着争いブレイブロッカー内から3番のミッキーキャンバス勝ちタイムは2分25秒9 上がりゴールまでの 800m46 秒 4600m は35秒0でした道中は34番手を進んでいた10番の里野グランツ里野ダイヤモンド3区の里野グランツが3歳馬2勝目を挙げています外から追い込んだ5番のサボーナが2着その後ろ12番ブレイブロッカー3番のミッキーキャンバスは内 4番手その後に2番のマイネルメモリー11番のスマートファントム7番のウェイビーなど続いていました阪神競馬9レース雪柳賞5着まで上番と持っています1着は10番のサトノグランツサトノダイヤモンドサンク2着5番のサボーナ3着12番のブレイブロッカー4着3番ミッキーキャンバス5着2番マイネルメモリーの順で着順掲示板点滅しています 両馬場の芝 2400m 勝ちタイムは2分25秒9でした確定までお待ちください